それで、でも教科書のことはやっぱりお話ししなければなりませんので、教科書のお話が始まるんですけれども、僕のところ面白いですね。一番初めは佐伯さん司会者がですね、それでは次に当時の授業料、授業科目についてお伺いしたいんですが、なんてなこと言ってるんです。それでですね、そういうこと言ってるんですが、その時にすぐこんな 話が始まるんですよ。佐伯司会者がですね、近代先生、昔は現象を使ったということを聞いてますが、先生の時代は、なんていうことを聞くんですね。そしたら近代史さんは、私たちはスイントンというふうに言うんですよ。すぐスイントン、嫌いじゃないですか。皆さん、今から高校時代の教科書何でしたって言うんですよ。すぐもっとお答えになれるかっていうスイントンというふうに言ってます。その前にね、ですね、実は安倍さんに質問を出してました。安倍さんいかがですかって。そしたら安倍さんは何とおっしゃってるかって言ったらですね、安倍先生の時代の英語の教科書はご記憶にございませんか、丁寧に聞いてらっしゃるんですよ。さあ、それに対して安倍さんは記憶ありませんね岩手県知事こういったわけです。これは安倍さんという方はですね、5年生の時ストライキやりましてですね、やった学年、それの責任を取って彼は退学させられるんですよ。で、退学させられたと思ったらですね、年明けましてですね、3学期の初めに復学させられる。そして1校に合格してるんです、この人1校に入ってます。そういう方なんですが、記憶ありませんね、なんて。それで近代史さんは、私たちはスイントンすると大野さんすかさず言うんですよ。それはね、アメリカの小学校の教科書の複製ですよ。おかしいですね。そしたら山口さんは、セイソンさんはですね、クラウンでしたかな、あるいはスタンダードって言ったかな、なんてなこと言ってますね。ですが、小野さんはまたその解説して、井上のリーダーズでした、スイントンっていうのも私も使いました、これは向こうの写真版の複製なんですよ、なんてやたら詳しいんですね文化文書違いますよそれでですね、皆さん方のお持ちの一番先頭はですね、日本で印刷したものでしょうね。ここから近代史さんの話が始まるんです。で、ここまでのところでですね、この方々の会話一番レベルアップですよ。普通は安倍さんの記憶にありませんねがレベルなんです。それはスイントンとかなんとかってね、サバンにですね、スタンダードと言ったかな、なんていうことをどんどんお話しなさる大したレベルだと思います。で、私は盛岡一高なり高校なりのですね、面白い特徴は、これ皆様方ご存じないと思いますけど、あれなんですよ、書庫あるんですよ、書庫がありましてですね、書庫に開校以来の教科書全部入ってるんですよ。そしてですね、それが目録になってるんです。これ沢田という図書館長さんの時です。それで沢田さんなんですね、沢田さんから私手渡しでいただいておりますから、で本当はこれ持ってくるべきところですが、重たくなるのでそれで持ってきます。それでクラウンだったかな、スタンダードって言ったかなっていうのは山口さんですが、小野さんはさらにそれは山田、神田という人の教科書を作りました、それから井上のリーダーズでしたなんて詳しく言ってる。違いますね、小野さん。この人は一校一番で合格しておりますから、これは一校一番というより全国一番で合格しております。だからすごい人なんですね。これ受験世界っていう雑誌に載ってるそうです。というのは、その雑誌についてですね、国会図書館とかですね、それから近代文学館ですねに行きましたけど、ないです。だから結局ないんじゃないかなと思います。それでこのプリントに入りまして、それ日本で印刷したものでしょうね。そしたら小野さんはさらに詳しくおっしゃる。そこプリントですよ。難しいところで、アメリカのハイスクールで使ったユニオンリーダーズ、これはやや高級な教科書ですよ。
まあ、ユニオンの第4巻を読めたら大したもんだと言ったものですよ。こういうふうに解説します。これは第5まであるんですけどね。それで書庫には第5まで揃っております。さらに書庫には詳しくですね、ダイジェスト版もあります。それで書庫はあまり詳しいですと言っても、皆様方そこ行ってご覧になるとしてもダメですよ。あのとっても目立ちたくて、どこでも何回も行ってもね、ダメだったですよ。それでそれよくから楽なの東京の図書館がいいです。あの図書館で10年前までは上目黒の国立教育研究所の教科書の図書館がありました。いつもそういうところでも10人ぐらいいらっしゃるんですよ。そこで私はあの宮沢賢治の使った教科書は全部目を通しましたけどね。それで、プリントをご覧になって、それから難しいところではアメリカのハイスクールで作ったユニオンリーダーズ使った。これはやや高級な教科書ですよ。まあ、ユニオンの第4巻を読めたら大したもんだと言ってました。すごいですね、こんなことを覚えてる。それで学校には5まであるんですよ。フィフスまであるんですよ、これは。書庫にはですよ。で、金田一さんは、それで学校の英語の教科書程度は低いというので、ゴッホなどはそれを読んでましたよ。ユニオンの4をね、それは大したもんです。ゴッホっていうのはゴッホ教師。王国九州は三菱重工の社長ですね。そうです。三菱重工の社長ですから、社長の中の社長、すげえ人が先輩にいるもんですね。その人はそれを読んでたんだそうです。それでさらにもっと詳しく、金田一先生の時には鉛筆でしたかと、それは毛筆ですよ。インクはどうですか。インクは大学でなければ使いませんよ。しかし小野さんは、いや、しかしペンマンシップは使ったでしょ。では使ったでしょう。ペンマンシップは2種類あったんですね。これは書庫で調べたら1、2年生でペンマンシップを使っております。で、それでですね、ここの人たちそういうふうにわやわや言ってるんですが、宮沢賢治は宮沢賢治で絶対したもんで、これは昭和5年ですね、35歳の時に中学1年生の1学期のことを思い出して短歌を作っております。それがそこにちょっと書いてあります。短歌です。私この短歌好きなんですよ。浅向かれ木村雄二は重曹をインクの瓶に入れられにけい。これはすごい歌だな。これバーセっていうふうにお思いの方も、これも素直な真っ正直な鑑賞だろうと思います。私これどこ気に入ってるかって言ったら、アザムカレが気に入ってます。アザムクっていうことはパッとその目の前に花が開いてるな、血が飛び散ったような、全くびっくりするような言葉です。アザムカレすごいですね。バーンと爆発してる。これよくここに置いたもんだと思います。でアザムクという言葉は日本のことでは古典では何に一番早く使われてるか、古事記です。古事記のですね、白ウサギが川ひむかれるんですよ。それを大船の人のことで訴えるんですけど、それね、あっちの島までね、サメですね、サメを全部並べてみせろって、何匹か誕生する、そう欺いて並べるんですよ。そのため古式載ってませんもん。5年生まで載ってません、国語の教科書は。だからこれは彼の感覚で探り当ててるんです。そこが大詩人なんですよ、彼の。さらにこの歌の面白いところはですね、受け身を2つ使ってるんです。欺かれて騙されたんだと。それでね、入れられにけいられルールとラルと2色使ってますね。で、結局木村雄二はめっちゃやられたんだと、同級生にね、そういう気の毒だっていう気持ちがここにほとばしってるんですよ。だから私はこの歌は名歌だと思います。これそれでね、大体が宮沢賢治はね、木村雄二の教室なんかにはいません。1年生の時には宮沢賢治はお月見です。木村雄二は平組です。だからこれ知らないんです。どこで知ったのか、寄宿舎です。寄宿舎で話を聞いてこれ聞かされてるんです。それで同情してるんですよ。これ同情の塊ですよ、宮沢賢治は。だから私これ詰めて道場でこの歌作ってる。これ
宮沢賢治の涙がほとばしってますよ。すげえもんですよ、これはね。その時にぼったくられて、漢文の先生が、あんまり私も難儀ましたからね、その先生。だから、ストライキの相手になっちゃったんですよ。で、その先生が、離任式の時にですね、言いました。皆様とは綺麗な生徒たちだって言うんですよ。その私はストライキやった連中にね。で、昔中国で白い絹を見てね、嘆いた人がいるって。この白い絹がやがてね、色が染まるって。これがね、嘆かわしいって。どういう色に染まるか。若い皆さん方もどんな色に染まるか、それがね、いろいろその思われるって。皆さん元気でさようならって言ったんですよ。それは私ね、ああ、この人そんな人だったのか。それにしても殴りすぎたんだって言ったんですけどもね。私は殴られませんでしたけども、いつだったか、あーって言われて、はい。返事、私じゃないですよ。別のままですよ。そしたら出てこいって言っちゃう。お前笑ったな、笑いません。いや、笑ったって言うんでね、革靴脱いで、ピャーッとほっぺた直したんですよ。そしたらほっぺたの微状のとピャーッとついちゃってね。その生徒言ってました。俺は永久に残を憎むって、残はあだ名ですがね。残、ジャンバルジャンって残ですよ。残に憎む残ですよ。そういうこと言われたんですが、さすがその先生でも、染められた絹は、これは、やっぱり汚れたものだ。清らかなものが一番世の中で尊い。高価にこの一節があると。汚れは知らぬ白牙城と言ってる。これを皆さんよく知らなきゃならんと言っていらしたんですよ。だからその時ね、ああ、あの先生もいいこと言うなと思ってね、感心した。その先生、漢文の力は終わりでした。非常に終わりでした。私いる間、漢文の先生ではその先生が一番力が終わりだったと、私はそう思っております。それで、そんなわけで、集めたる、汚れは知らぬっていうんで、いろいろそういう思い出がございます。言ったついでに申しますと、汚れを知らないというのが神道の極致ですね。日本神様、神様は汚れを避けますかね。からね、これは最も日本的な言葉ですね。汚れは知らぬと。だからよく、まあ中学4年生でね、まあこの時5年生になってますが、5年生の4月に発表になっています。よくまあこういうのをお作りになったなと、私は天才だと思ってます。この伊藤熊一さんは